昔のオールドレゴをオマージュしているところが、さすが90周年記念の作品だと思います。完成！銀河探検隊です！はい、完成しました！いやーもうこれは、もうはっきり言います。最高。はい。これが1970年代のレゴなんですね。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で約4時間半かかりました。これが今年廃盤になるのはめちゃめちゃもったいないと思います。この動画を見ている方で、レゴ銀河シリーズを持ってた人からするとめちゃめちゃ懐かしく思えると思います。はい、こちらのセットに付属するミニフィグを紹介したいと思います。ミニフィグは全部で4体で、赤色の宇宙服を着た隊員と、白色の宇宙服を着た隊員が2体ずつです。そしてミニフィグじゃないですけど、ロボットが1体ついております。では、隊員のミニフィグを見ましょう。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。ちなみに隊員のミニフィグなんですけど、造形は全て一緒で、色が違うだけです。表情はこのようになっていて、初期のミニフィグを彷彿とさせます。はい、かなり昔に作った、レゴムービーについてくる銀河探検隊のミニフィグと並べると、こんな感じです。5体並べたら、一気にスーパー戦隊感が増します。まあ、僕個人的に言えば、今回付属するミニフィグは、どうせだったら、4色にして欲しかったなって思います。4色にした方が、結構バラつきがあって面白いかなって思いました。はい、続いてはこちらのロボットを見ましょう。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。ロボットは小さいパーツで細かいところまでしっかりと再現されております。で、このロボットのこのプリントパーツが、ロボットの口に見えますし、雰囲気的にオールドレゴを彷彿とさせます。では続いてはこちらの宇宙船を見ましょう。カラーリングは銀河探検隊でおなじみのブルーとグレー、そして黄色のクリアパーツが使われております。じゃあちょっと一回手に持ってみましょう。おさすが1254ピースの重量を感じます。持って思ったことが、意外と程よい重さをしていますね。正面から見るとこんな感じで、横から見るとこのようになっていて、後ろから見るとこのようになっております。ではこのまま近くで見ましょう。まずこちらが操縦席部分です。先ほども言ったんですけど、この黄色のクリアパーツがめちゃくちゃ目立ちます。で、あとは銀河探検隊のマークがあって、ここに LL928 と書かれております。これは何だろう、機体番号なのかな。で、先頭部分はこのようになっていて、どうかわかんないんですけど、多分こっからビーム砲台出るんじゃないかなって思っております。あ、そうそう、言わせてたんですけど、この銀河探検隊、なんとシールは1枚もありません。全部プリントパーツでできております。ちなみに操縦席はこのようにヒンジで開くことができます。操縦席の中はこのようになっております。先ほども言ったんですけど、この部分が全てプリントパーツになっております。この操縦席にミニフィグを全部で4体登場させることができます。そして操縦席のこのパーツもプリントパーツになっております。あんま見えなさそうなところでもプリントパーツ使われてるのさすがだなって思います。続いて後ろ側はこのようになっていて、ちなみに後ろ側は休憩室になっております。休憩室のこの作り込みやばいですよね。さすが大人のレゴですね。こういう細かいところもしっかりと再現されております。レーダーとかの機械物になっていて、前面部分にはベッドが2台ついております。で、あとはモニターがついております。で、これ先ほども見せたんですけど、このモニターなんですけど、なんとこれ左右全然違うんですよ。こっち側はこのようになっていて、反対側はこのようになっています。続いてはこのエンジン部分を見ましょう。これは何だろう、サブエンジンなんかじゃないかなって思います。これすごいのが、このサブエンジン、なんと取り外すことができます。そしてこの部分にミニフィグを登場させることができます。これ反対側も同じギミックがついております。はい、そしてエンジン周りはこのようになっています。あ、そうそう、これ僕これすごいなと思ったのが、これですよ。この部分はどうなってるのかというと、中にこのパーツが使われていて、このような造形になっております。これすごいのが、このパーツがすっぽりはまるんですよ。いや、これはすごい。このパーツがあることによって、こういう造形を再現しているんですね。これはさすがだと思います。そして後ろのエンジンはこのようになっていて、後ろのエンジンは赤いクリアパーツが使われております。で、先ほどちょっとちらっと見せたんですけど、この部分がこのように開いて、中にはい、探査用のミニカーがついております。で、これもそうなんですけど、それ以外にすごいところがあって、後ろの部分がスライドで、はい、このように開くことができます。で、こういうコンパクトなスライドドア作れるのほんとすごいなって思います。で、黄色のクリアパーツが使われていますので、内部がちょっと黄色っぽくなっていますね。これもなかなか面白いです。ちなみにスライドはこのように滑らかに動きます。ちなみに展開すると、こっち側にスパナがあって、反対側にはトランシーバーがついております。で、さらにギミックとして、この黒い部分
君がプロップになります。これも後でやりたいと思います。はい、ではこちらの探査用のミニカーを見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。探査用のミニカーはグレーベースになっていて、差し色に赤いクリアパーツが使われております。この部分にミニフィゴを座らせることができます。はい、ミニフィゴを乗せるとこんな感じです。これもすごいのが、これ背中に酸素ボンベが付いてるミニフィグも問題なく乗れるところがとてもいいと思います。でこのままこのように転がし走行で遊べれます。はい、ではこちらの宇宙船のギミックについて説明します。まずは操縦席に今回付属のミニフィグを全部乗せたいと思います。ちなみに座らせる際はこのジョイントを使って乗せます。はい、このように乗せることができます。で、これすごいのが、背中にボンベがあるミニフィグでも乗せられるようになっていて、こういうところも凝ってるなって思います。じゃあ、とりあえず付属の4体のミニフィグを乗せたいと思います。で、このまま取ります。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。ちょっとこの2体を、ピンクの宇宙飛行士とベニーに変えたいと思います。おー、いいねこれ。あ、思い出した、これね、白もちょっと変えよう。白変えて黄色にして乗せると、はい、このようになります。いや、これはカラフルに見えていいですね。で、あとこれ気づいてる人いると思うんですけど、このカラーでパックマンを再現できますね。続いてこの後ろ側にミニフィグを寝かせます。おお、これすっぽりと入りますね。これも素晴らしい。ちなみにベッドはこのようになっていて、ベッドのカラー自体は白ベースで、差し色にグレーが使われております。で、このベッドのくぼみの部分に宇宙単位の酸素ボンベを入れます。そうするとこのように安定して寝かせることができます。これは本当によく作られております。ちなみにこれ酸素ボンベなしだと、あー、ちょっと安定しないかな。まあ一応乗せられるっちゃ乗せられるんですけど、安定性には欠けますね。続いてはこのサブエンジンを取り外してここにミニフィグを乗せます。で、あとはレバーを握らせればと。はい、こんな感じです。エンジンの全体をぐるっと見回すとこのようになっております。エンジンはテクニックパーツや最新のレゴのパーツも使っていますので、すごい進化を感じます。続いて側面についているボックスパーツはこのように開くことができて、中には黒い酸素ボンベがついております。ちなみに反対側はライトが2本ついております。これちょっと今更感あるんですけど、背面はこのようになっていて、グレーのプレートパーツでびっしり詰まっています。ここがジェット機になっていて、この3つの部分が展開してスタンドになります。では引き出します。よっと。ちなみにスタンドはこのようになっていて、テクニックパーツが使われております。反対側と正面も展開します。せーの。はい、展開するとこのようになります。これで高さは少しだけ伸びて、後ろの部分をパカッと開いて、この部分を下まで下げて、黒いプレートを目いっぱい出して、この黒いプレートパーツを下まで倒すと、はい、このように転がし走行で遊べれます。じゃあもう一回やります。目いっぱい持ってきて、で下げますと。で、僕これすごいなと思ったところが、ここにテクニックのピンパーツが使われていますので、このように動かしても全然落ちないようになっております。で、このまま引っ張り出しても落ちなくて、で、このプレートパーツを倒すとこのようになります。ちなみに戻すときは手動バーで奥に入れて、プレートパーツを上げて、プレートパーツを押します。はい、こんな感じです。はい、このように銀河探検隊の隊員たちを並べてみました。昔のオールドレゴをオマージュしているところが、さすが90周年記念の作品だと思います。言い忘れてたんですけど、この宇宙船は見た目はオールドレゴで、中身や構造についてはテクニックとかが使われていますので、今と昔の融合みたいな感じで、めちゃくちゃ素晴らしいと思います。このセットはとてもいいと思いました。まあ個人的に強いて言うのであれば、先ほども言ったんですけど、宇宙服のカラーは4色にして欲しかったのと、あとどうせだったら別カラーのミニフィ6体でも良かったんじゃないかなって思います。はい、レゴアイコニック銀河探検隊はこんな感じです。はい、ということで、レゴアイコニック銀河探検隊を組み立ててレビューしていました。こちらのレゴセットはレゴの歴史と進化を感じれるとてもいいセットでした。まずこの宇宙船には1254ピースが使われていますので、程よい重さでとても素晴らしかったです。動画でも言ったんですけど、見た目はオールドレゴなんですけど、中身や構造や作りについてはテクニックとか使われていますので、今と昔の融合と言っても過言じゃありません。これはとてもいいリメイクだと思いました。で、あとはこの宇宙船にはギミックが思ってた以上にありましたので、これもとても良かったです。今回組み立てた銀河探検隊はとても素晴らしかったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。